マイケロテックナイブズはアメリカ合衆国のオスカロライナ州に社を構えるナイフメーカーである。製品ラインナップはフィックスドナイフ、ホールディングナイフ、バタフライナイフ、オートマチックナイフなどがあり、自動小銃、クター・オーガストのクローン、改良モデルである STG-556 シリーズとそのアクセサリーを生産しているマザーを子会社に持つ。マイケロテックソカームアルファ・マーフィオネ。 カスタム生産においては大規模、ファクトリーナイフメーカーのような外部委託はせず、高度なマシニング生産ラインを活かし、精度の高いナイフを自社製造している。ラインナップは前期の通り様々だが、ソカームやユット、ネイビーシールズというモデル名からも連想できる、通り兵役のようなハードユースにも耐えられる、いわゆるタクティカルナイフがメインラインナップとなる。その中でも、特に、 オティフナイフが代表的なモデルである。これは古典的な飛び出しナイフであるイタリアンスティレット型のように操作ボタンを押すとグリップからブレードがこう描いて開くのではなくグリップ側面にある操作レバーを操作するとグリップ内に収納されているブレードが直線的に出されるタイプの飛び出しナイフである。このタイプのナイフは同社やパラゴンナイブズなど 主に一部のファクトリーメーカーで生産、販売されているが、日本国内では、重刀法に抵触する、可能性が高いため生産されていない。なお、同社ナイフには、和紙の爪をかたどった、クローマークとシリアルナンバーが刻印される。かつて鋼材はモデルによって 440A、CBM154S35K などを採用していたが、近年は、 LMAX を採用することが多い。少数ではあるが、一部モデルにはチタンを採用している。ハンドル材は、主に G-10FR4 コンポジット6000番系、アルミ材、カーボンを採用しており、ザイテルクラトンの採用実績はない。ブレードは、シングルエッジ、担当エッジ、ダブルエッジなどがあり、それぞれエッジはプレーン、フルセレーション、ハーフセレーションなどがある。 表面仕上げはサテンビードブラストストーームウォッシュ、ブラックなどがある。これら以外にも様々なブレード形状、処理があり、特にハンドルのカラーリングは、ベースモデルの黒をはじめ、カラフルなアルマイト処理やカモフラージュ模様のものもあり、極めてバリエーションに富む。ハンドルなどのスクリューの頭は、通常規格のものではなく、三欠型、おむすび型のような動車独自のものを採用しているため、 特殊工具を用いなければ分解、調整はできない。またオートナイフに内蔵されているフックスプリングなどのパーツ供給は一般ユーザーは愚か販売店にも供給していない。そのため不具合に関しては販売店ではなくすべて同社へメンテナンスを依頼する形となる。とはいえ、サードパーティー製のパーツは多数存在するため、それらを利用するユーザーも多い。 同社を扱うナイフショップにて購入が可能だが、オートマチック系やダブッ h は重刀法に定触するものもあるため、国内販売店では扱っていない。しかしオティフナイフは内部パーツを取り外した状態で販売していたナイフショップもかつて存在した。ありがとうございます。